巨人は中日との開幕3連戦を2勝1敗。3番に座った新外国人、ポランコは初戦3安打の後、2試合無安打に終わった。デイリースポーツウェブ評論家、内田純造氏はポランコの癖に着目し、弱点を指摘。今後に向けた対策法を語った。ポランコは左投手への対策がどうかと思っていたが、初戦は大野優の外角寄りの球にうまく反応できていた。ただ、その後の2試合は右投手の内角中心の配球に苦戦していたよね。他球団のスコアラーはもう、その弱点は分かっているだろう。弱点が分かれば日本の投手はコントロールがいいからどんどんそこを攻めてくる。内角を意識すると、今度は縦の変化でボール球を振るようになる。打線は岡本、中田、丸もいい状態で強力。ポランコを3番ではなく下位に置いても誰かがカバーできる状態だから、ゲームに出ながら慣れていくことが大事になるだろうね。